アラン・ルネル・ザージュは、フランスの劇作家、小説家、スペインの翻訳家であり、フランシスコ・デ・ロハス・ソリーリアの影響が強い。代表作は、長編小説、ジル・ブラース物語。フランス初の職業作家と言われる。アラン・ルネル・ザージュは、フランスのブルターニュのモルビアン県サルゾーで誕生した。父のクロードル・ザージュは、知識人、著作家であった。早期に両親と死別した上、 後見人に財産を浪費される。そのため貧しい暮らしを余儀なくされたが、叔父の元を出た後、イエズス会の学校に通う。25歳の頃にパリに上京。法律家になるべく、法学を学ぶ。1694年に木工の娘マリーと結婚。三人の子宝に恵まれ、息子は後に役者になった。最終的に法律家の道を諦めた。この頃、 スペイン語を学び、スペインの書物に昼夜ひたすら没頭した。特にフランシスコ・デ・ロハス・ソリーラ、ロペ・デ・ベガに感銘を受けた。またミゲル・デ・セルバンテスや、ペドロ・カルデロン・デ・ラ・バルカの影響も強く受けた。生活費を稼ぐため数多くのスペイン文学の書物をフランス語に訳して刊行した。それから本案も担当した。やがて本案が評判を呼んだことから、 様々な作品の発表を始めた。1707年にベレスデ・ゲバラの同盟の長編小説を改作した諸女長編作ビッコの悪魔を発表してパリ社会を風刺した。さらに同年にダン・セザール・ウルシン、レイ・トレン、主人とハリア・ユクリス・パンといった風刺劇局3作の発表により文明を確立した。特にウルタドで 面倒さの著作を本案した主人と張り合いをクリスパンはフランスの人々から絶賛された。ついで1709年に戯曲チュルカレを発表して名声を格好たるものにした。チュルカレは傑作と評価されたが作中で悪のゴンゲとされた金融資本家たちから上演を妨害する工作を受けた。これによりルサージュは喜劇の創作を中止し、 オペラコミックの執筆等をする流行劇作家となった。儀曲の多くは、テアトルフランセで上演されている。諸女長編作を経て1715年に、スペインを舞台にした、長編作、ジジュブラース物語シリーズの一巻を発表。芝叩く間に評判を呼び、それから1724年に二巻、1735年に三巻、そして、最終巻を1747年に順次。 刊行された。挿絵は画家ジャンジグルが担当している。フランスのブローニュシュルメールで死去した。テレマックは最初のオペラコミックとされる。ルサージュはフランス文学者としては暴流でスペイン文学の影響を受けイギリス文学に影響を与えたとみなされている。ルサージュの代表作は長編小説ジル・ブラース物語である。ジル・ブラースは アンシャンレジームした18世紀フランスの風俗を描写した資料ともなっている。英国の小説家トバイアス・スモレットは、ジル・ブラース物語に習ったピカレスク小説、ロデリック・ランダムの冒険を刊行し、また、ジル・ブラース物語の英訳を行っている。チャールズ・ディケンズは、スモレットの作品やスモレットが英訳した、ルサージュのビッコの悪魔や、ジル・ブラース物語を愛読しており、 ジル・ブラース物語をドン、気泡テ以来、最高のフィクションと評している。リケンズのクリスマス・キャロルは発表当時より、ビッコの悪魔の影響が指摘されている。また、骨董やドン・ビーフ氏の作中で、ビッコの悪魔に言及する等複数の作品に影響が見られる。ありがとうございます。